今日の話はですね、日本のチームが企画しているZwiftのですね、おすすめのイベントをピックアップしていきたいと思います。この冬からですね、Zwiftを始めた方も多いかなと思いますが、日本のチームがですね、これ企画しているイベントは、いろんな方とですね、これ日本語のチャットをすることができまして、非常にですね、楽しいイベントがたくさんあります。グループライドから、レースイベント、そしてインターバルの練習会などですね、幅広くピックアップしていきますので、ぜひですね、Zwiftをやってる方はチェックしてみてください。それでは、スタート。はい、どうもスタッフケンタです。スタッフケンタの自転車塾、今日も一緒に自転車のお勉強をしていきましょう。今日の話はですね、日本のチームが企画している Zwiftのですね、おすすめイベントをピックアップしていきたいと思います。この冬になりまして、 Zwiftをですね、始められる方も多くなっておりまして、先週末もですね、スマートトレーナーをご購入していただきましたお客様のですね、講習をやらせていただいておりました。当店ではですね、スマートトレーナーをご購入していただきましたお客様にですね、これなかなかわかりにくいですね、Zwiftの設定だとか、画面上のいろんなその数値の説明だとか、スマートフォンなどの接続などですね、これわかりにくいものをですね、すべてこちらでですね、設定、そして講習をですね、させていただきまして、スマートトレーナーをですね、お渡しさせていただいております。いろんなですね、これメーカーの、スマートトレーナーがありまして、いろんな価格帯のものがあるんですけど、そのですね、一つ一つ特徴をですね、これお伝えしまして、お客様にですね、合ったものをご提案させていただいております。これからですね、始めようと考えております。新潟県のですね、お客様はぜひですね、ご来店お待ちしております。はい、説明させていただきます。少し前にですね、ちょっとこれお話をさせていただいた内容で、数日間ですね、これ全く練習していないと、あっという間にですね、これ筋力が落ちてきてしまいますので、室内のですね、これローラートレーニングで定期的なですね、練習を継続させていきましょう。さて、ここからはですね、Zwiftでのイベントのお話となりますが、日本の方がですね、いろんなチームをこれ立ち上げておりまして、その中からですね、スマートフォンで簡単にエントリーできる公式のイベントだとか、クラブチーム内でですね、イベントを企画したりしています。で、各イベントでですね、これ設定のパワーだとか、ルールなどもですね、ありますので、いろんなイベントのですね、これ詳細欄をチェックしてみてください。で、このお話はですね、これ2023年の1月現在のイベント、そして各チームがですね、企画している、イベントとなりますので、これ時間が経ってしまうと、なくなっていたり、内容だとか時間が変更になっている場合がありますのでご注意ください。今回はですね、このZwiftのイベント、大きく3つのライドスタイルに分けてお話をしていきたいと思います。こんな感じになりますね。1つ目がグループライドですね。始めたばかりの人におすすめかなというところでございまして、チャットをですね、しながらみんなでワイワイと走るというところですね。少しずつZwiftに慣れてきた方におすすめのイベントになります。一定のペースでずっとみんなで一緒に走るというイベントですね。で、二つ目がレースイベントになります。リアルでもですね、これレースをやられている方におすすめですね。私がよく配信しているのがこのレースイベントになるんですけど、全国どこにいてもですね、このバーチャルの世界だとレースができますというところでですね、ガンガンアタックをかけたり、いろんなですね、レースを体験してみてください。はい。で、3つ目がですね、ここ最近できたばかりのクラブチームでのイベントとなります。これちょっといくつかご紹介していく中でですね、
まあ自転車系 YouTuber の方と一緒にバーチャルライドができるというようなね、感じのところもありますので、それをですね、ちょっとピックアップしていきたいなと思っております。ということで、こんな内容で進めていきますが、各ライドをですね、これ、曜日ごとにちょっとお話をしていきますので、チェックしてみてください。まず一つ目のですね、グループライドからピックアップしていきます。こんな感じになりますね。まあ基本的にですね、これ日本で企画しているグループライドのほとんど、まあ公式のイベントの中でですね、グループライドの中では、これ JET というですね、チームが企画しているイベントが非常に多くなっております。まあ、こちらのイベントはですね、これスマートフォンのアプリから、エントリーが可能となっておりますね。まあ、ざざっと説明していくと。月曜日はですね、朝5時50分から、JET、マンデーモーニングライド50分。夜8時40分から JET ベースライド。そして水曜日の夜7時からは、JET エンジョイホームジャパンライド90分。そして、金曜日、これ朝、早くなっておりますが、4時半からですね、JET ベースライド。そして土日はですね、5時5分から、まあ土曜日が、昼クライムインターバルライド。まあこれグループライドなんですけど、ちょっとね、競技性が高いところでもありますので、ちょっときついかもしれないです。はい。で、日曜日が、5時5分から、JET エンデュランスライドというところでですね、これまあ、いろんなですね、イベントがあるんですけど、それぞれですね、パワー設定がありますので、このぐらいのパワーだったら、まあ、走れるかなというところにですね、エントリーしていただきたいなと思っております。でね、少し集団から遅れてしまったとしても、JET の皆様がですね、これ助けてくれますので、気軽に参加してみてください。はい。私もよく参加してます。続きまして、レースのイベントになりますね。一覧をまず出します。どうぞ、こんな感じになります。まあ、ZWC、私が所属している ZWC と、あとエミューさんですね。まあ、JET の、朝の、水曜日の朝にですね、ライドが企画されているものもありますね。月曜日の夜、7時40分から、ZWC ヒルクライムバトルというところでもうこれね、20分ぐらいの、ヒルクライムのコースをですね、高出力で登りましょうという、あっという間にまあ終わるイベントでもありますね。で、火曜日と木曜日にですね、エミューさんが企画している、ジャパン、エミュージャパンレースですね。こちら、木曜日の方は、ショートレースから、まあ、本レースですね。エミュージャパンレースの、2本立てとなっております。そして、水曜日にですね、これ早朝から、JET ズイフトモーニングレースがありまして、夜はですね、私がよく配信させていただいております。ZWC ジャパンクリテリウムレースですね。こちらの方ですね。結構、この、ZWC ジャパンクリテリウムレースに関しては、国内のですね、アマチュアトップレーサーが結構ガーンとね、集結するところで、世界のですね、強豪の、ズイフターがですね、またそれに加えて、走っていますので、かなり強度の高いレースになっています。短時間高強度のですね、レースになっております。はい。で、こんな感じの、まあ、公式イベントになっておりますが、そんなところですかね。で、ちょっとレースに関しては、まあ、レースのリザルトがパッと出るんですけど、これね、できる限り公式レースなんで、まあ、認められてるですね、これスマートトレーナーというものが、Zwiftの中であるんですけど、レースで認められているスマートトレーナーの使用をですね、推奨しております。それとですね、しっかりと心拍計を装着してください。心拍計装着しないと、DNF になる可能性がありますので、よろしくお願いいたします。こんな感じですね。で、続きまして、人気自転車 YouTuber の方と一緒にライドが楽しめるということでですね、また、私もですね、一応、まあ、自転車系 YouTuber なのかな。適当にやってるようなところもあるんですけど、
そういうですね、YouTuber の方と一緒にライドが楽しめますよというですね、イベントをピックアップしていきたいと思います。去年のですね、サイクルモードで、まあ一緒にですね、ちょっとZwiftの、イベントに、参加させていただいた、弓闇ちゃんですね、Zwiftでもチームを立ち上げてかなり頑張っております。弓闇ちゃんはですね、火曜日の夜の8時から、ワークアウトというですね、まあ、インターバル練習会を開催しております。弓闇ちゃんがリーダーとなって、何倍ぐらい出してとか、このぐらい出してっていうような感じの、それで指示を出して、みんなが頑張るというイベントなんですけど、こちらですね、公式イベント化されましたので、スマートフォンアプリから、イベント参加ができます。これおそらくですね、初めての方でも、誰でも参加できるようにちょっと緩めに設定してありますので、始めたばかりの方もですね、弓闇ちゃんと一緒にちょっとインターバルトレーニングやってみてください。続きまして、ガンガンレースやってますという方にですね、まあ、こちらもおすすめのクラブチームとして、アマチュアトップレーサーのですね、マツケンさんが立ち上げました、マーケン社というですね、闇企業のですね、団体があります。はい。私も所属させていただいてるんですけど。このですね、ちょっと、マーケン社に関しては、もう日本国内のですね、アマチュアトップレーサーから、実業団レーサー、で、トップヒルクライマーから、J プロツアーの参加選手までですね、もうガツッと、入って幅広くですね、これ、参加しているリーグ戦がですね、毎週土曜日の朝6時半から開催されております。このですね、チャンネルでもライブ配信をさせていただいているイベントなんですけど、このですね、マーケン社のリーグ戦に関しては、おそらく国内のリーグ戦で一番今最大級のイベントとなっておりまして、もうね、景品が出るんですよね。上位入賞者と。この前はですね、富士ヒルの招待券が全参加者、完走した全参加者の中から1名ですね、プレゼントされていました。はい。というですね、ちょっと大注目なマーケン社なんですけど、まあこれね、内容からするとかなりハードなレースとなっておりまして、先頭集団はですね、バチバチもうレースをやってるんですけど、これ完走目的でですね、参加している方も非常に多くなっております。そしてですね、女性の参加者も少しずつ増えてきておりますので、Zwiftをですね、やっている、ちょっと頑張ってますという女性の方はですね、ぜひ、マーケン社まで、クラブ登録をしていただいて、ご参加をよろしくお願いいたします。先ほどのですね、弓闇ちゃんのチームもそうなんですけど、参加のやり方に関、チームの参加のやり方に関しては、クラブチームの検索でですね、ちょっとこれ、マーケン社とか、弓闇ちゃんのチームのところだとか、ちょっと検索でですね、調べてみてください。で、このチームに参加するみたいな感じでですね、やってもらえばいいかなと思います。マーケン社に関しては、まあ、これ見る限り、今現在900人ちょいぐらいの方がですね、登録されていますね。はい。登録をすると、このマーケン社で企画されたイベントがですね、イベントという場所にパッと出てきますので、ぜひですね、ちょっと、きつい、レースがあるかもしれないですけど、チャレンジしてみてください。よろしくお願いいたします。という感じで、すべて、いろんなイベントを、ご紹介させていただきましたが、まとめますと、Zのグループライドが、あります。1週間に何回もあります。そして、レースイベントはですね、ZWC、そして AMU、AZ の、レースイベントがあります。そして、自転車系 YouTuber、弓闇ちゃんのインターバル、企画のイベント。そして、レースガチ勢、てんこ盛りのですね、マーケン社という感じでございます。この弓闇ちゃんとマーケン社に関しては、クラブチームの登録をしてくださいというところですね。はい。いろんなイベントにぜひ参加してみてください。よろしくお願いいたします。
という感じでですね、今日は日本人の企画している、Zwiftのイベントをですね、ピックアップさせていただきました。まあ私自身ですね、これバーチャルで何回も戦ってる選手は多いんですけど、リアルで全く会ったことのない方、たくさんいらっしゃいます。はい。去年はですね、逆にリアルで初めて会った方もすごいたくさんいました。はい。まあそんなですね、出会いもあったりなんかします。はい。まあこれからですね、まあいろんなレースだとかイベントに参加しますので、ぜひですね、リアルで会場に会いましたら、お声掛けをよろしくお願いいたします。バーチャルでもリアルでも楽しんでいきましょう。それでは、またアップします。